ねえ、お前綺麗、桜捕まえに行くよ。降りれないじゃん。おまぎフォリオン、マジ1万円分じゃない？本当だ、使えるし。え、これさ、盗んじゃおうぜ。いや、それはそう、考えてた。取り前にしたやろ。あり、印刷だぜ。よし、どうした？行こうぜ。よっしゃデリーゴ、昨日の公開見た？まだ見てない。やばい、見た。見た？見てない。なんで見てないの？ちゃんと見て。好きなポテチの味何？お前の手頭悪い。頭悪い。あれ、おかしくない？え？あれ？これ飲んでない？飲んでない。のこのおかしいね。甘木さんなくない？一万円分もあったのね。うん、どこ行ってん？誰か盗んだんじゃない？行って。スイとアカリが盗んだんだ。これヤバくないか？探しに行くか。せーの、おーし、行くぜー。いいぞー。制限時間は5時間。回答チームは山手線のみで行動。鑑定チームは回答チームのストーリーを見て推理。投稿は25分に1回。探偵チームは英語を言ったら3分間停止。スポーツマンシップにのっとって撮影しましょう。行ってきます。行ってきます。結局どこ行く？とりあえず内回り行ってみる。あえての。客層？え、わかんない。とりあえずここ、いや、ここであの場所を考えてから行こうよ。時間的に外回りか。とりあえず乗ればいいか。じゃ、とりあえず外回り調べるわ。オッケー。俺もね、渋谷やと思う。俺はちょっと直感で恵比寿やと思ったな、なんとなく。恵比寿か。え、ちょっとありかもしれない、ワンチャン。一回行ってみ。一回行こうか。一回行ってみ。これあるぞ、ワンチャン。こっから始めね。レッド、あっちバカか。ねえ、お前何が列号やねん。おい、ガチで来んねん。何をしとんの？日本人やから今喋るから。そんなの駅に。これは着いたよ。これはどっち行けばいいの？こっちでございます。右。あ、いる。え、意外とね。え、そう、見るものがいっぱいある。意外と見暮らし団子100円だよ。安いよ。1個目のいいところとしたら何もかも安いことや。安いね。だって学生にもめっちゃ優しくない？安いって優しい。最高だよ。素顔もすっごいいい。え、そう、アルテンさんです。なんか京都みたいな。それでございますね。え、美味しそう。美味しそう。マジうまそう。あ、買いました。買いました、アルテンさん。いやー、マジうまそう。いただきます。うまっ。行くや、真冬運転してんのか。終わりや。譲んないですね。次これです。何？もち？あんぺん。え、はんぺんで合ってるよね、きっと。チーズはんぺん。ごめんなさい。すいません。ねえ、すいません。降りれないじゃん。恵比寿駅だ。着きました、とりあえず。うん。ってなわけで、一人見ていきますか。おい、今なんつった？え、とりあえず見ようか。え？大丈夫かな？え、待ってよ、俺。あ、聞き間違いかもしれない。一人見てきますか。一人見てきますか。一人見てきますか。ガッツリやね。うん。もうもろ。映像判定の結果、アウト。アウトということが分かりました。今のもアウトなので、はい、もう別に3分待ちます。はい。はい、じゃあおとなしく座りましょう。うん、一人見てきますか。うわー。すごーい。
水やで。いいな水。ここいいな雰囲気、うん、この近くに家を建てたいところですね。いい散歩場所ですよ、ね、気持ちいいな。本当に合いんわ。動いそうな入ったらさ、自然がこういうことがね。そうだからさ、いいね。きっとあの、アゴナガ散歩 GG もここだったら喜ぶ。じゃあ、降りましょう。じゃあ、降りますか。じゃあ、上野に着きました。じゃあ、一発目にどこ行く？博物館見てみる。ちょっと散策、わかんないからね。水行こう。噴水やってる、噴水やってる。すごい。すげえ。すごくない？広い。このさ、公園みたいなのがあるとちっちゃい子もね、遊べるからね。いいよね。都内のいいとこじゃない？やっぱ公園がすっげえ広いみたいな。あー、綺麗、桜。こんな感じ。おお。綺麗。あ、わかりやすっ。いや、あれあかん、あれあかん。あれ、終わる。シャンシャンはあかんって。さっきの桜でもいいと思う。うち噴水やな、あれな。噴水移して、そのまま歩いた秋葉だっけ。秋葉やな。に行くのがいいかなって思います。そうだね。ちょっとじゃあ、行きますか。噴水のとこまで。噴水のとこまで。じゃあ、バイバイ。おぉ、今、ストーリー更新されたんや。うん。なんだろうと思ったら、山手線の一番田舎の駅。え、田舎？田舎っぽくない？少なくない？まあ人いなかったね。いやね、上野はね、結構田舎だったと思うんですけど。上野？ああ、上野の前菜じゃない？前菜かもしれない。ほら、うん、ほら結構滞在したけど。デビスいない。うん、どうしよう。みんな代々木とか行ってる。あ、さっきのは来れない。ああ、え、じゃあ俺ら近いな、今恵比寿なんで。代々木行きましょう。来たぞ代々木。噴水あるかな。代々木噴水で調べてみる。ああ、代々木はあるな。あ、でも噴水ある。え、待って、割りかかる。じゃあ待って、35分かかる。長くないか。やってみよう。何の代々木行かんかったよ。だって、なんで来たんじゃんな。じゃあ代々木やと思ったんや。代々木やと思ったんや。代々木にしたんや。あ、そうな、代々木にしたん。じゃあ代々木だ。分かる、分かってるわ。こっちやったよ。じゃどうするな。移動するしかないないか。そんなもうしゃあないないか。こういうゲームや。あ、ここどうすか。秋葉原ですね。秋葉原っていうとこなんですよ。こんな大通りで私たち見つけて。ほら、こんなに大通りなんだから。そうだよ、見つけてほしいな。鳥が上がってるので見ます。神田って駅ある。神田あるよ、秋葉原の隣。歩いたんじゃない。とりあえずそっち方面。とりあえず行きます。行きます。行きましょう。あ、それ秋葉原だ。秋葉だ。どこだこれ。どこだっけ。あれだよ、秋葉原。完全にそれじゃない。そうだよね。上がってるよ。何が上がってるの。大きい建物があるんですね。建物でこの大きいカメラが映ってるし。あ、天才的な発想をね、ひらめき申した。彼らの YouTube 魂に俺らは、あ、YouTube 魂に俺らは、画期的な発想を思い浮かびました。はい。あの子らは、大きな建物は、秋葉原。そう。今までの傾向上。やっぱもう、回ってるわけです、と。あの子らは、一周してるます。してるます。してるますなんで、で、長い散歩動画もここで押しそう、押し、はい、今から、捕まえに行くよ。見つけるよ。見つけるよ。はい、すみません。はい。もう、秋葉に行きます。秋葉に行きましょう。駅に行きます。制限時間もあるからね。お、マジか。マジか、あいつらが一番乗りか。ねえ、すごすぎる。マジかよ。かったー。すごすぎる。お前らが一番乗りかよ。すげえ。え、よくどこで分かっ
かった。てかまず上野のあの噴水のところで出た瞬間あれやん上野ってなって。あマジで。その後なんかすぐに秋葉まで歩くんじゃねえってのも当たってた。おーすごい。見つかっちゃった。もう引っ返そう。じゃああなたたちにねアマゾンギフトあげましょう。じゃあはい。お疲れ様でした。お疲れ様です。イエーイ。